君の脳に直接届く妄想のプライムデッサン、なるべく7主義、続きをやっていきましょう。というわけで、前回、ひなきちゃんの話やりまして、ちょっと違う選択肢を言っていこうと思うんですけど、前回ね、犬飼ってますを選択したんですけど、普通にウサギ好きを選んでいます。ああ、やっぱり、なんかそんな顔してるもんね。坂上くん、ウサギがご飯食べているところとか、一日中見ていても飽きないタイプでしょ。そうですね、僕も。うん、わかるわかる。あ、遊ぼ、遊ぼ、遊びましょう。ひなきちゃん、そんなことを言いながら、あやとりの紐をぐるぐると、ウサギの首に巻き始めたの。怖いな。ちょっと。ウサギの耳をつかむだけでもひどいことなのに、ひなきちゃんはまるで首を吊るように、ウサギの首に紐を巻き始めたもんだから、米田さんはびっくりしてね。でも何か言うのも怖くて、おろおろするだけだった。でもひなきちゃんはひどい。完全に動物虐待だよ、これは。米田さんは勇気を振り絞り、やっとのことで言葉を吐き出したの。ダメ、ひなきちゃん。ひどいことしちゃダメ。ひなきちゃんは黙って米田さんを黒目だけ移動させてみたの。だってこのウサギ首輪してないんだもん。こうしてないと逃げちゃうよ。犬も猫も首輪するでしょ。ひなきちゃんはそう返事したの。米田さんはそれ以上何も言えなくなって、じっとひなきちゃんのことを見つめていた。その時、ひなきちゃんの黒目には米田さんしか映っていなかったんだって。だから米田さんはひなきちゃんの瞳に映り込む自分の姿をじっと見つめていたの。この瞳の中に吸い込まれそうな気がして、米田さんは意識が遠のいていった。はい。突然、ひなきちゃんの声で我に返り、米田さんはハッとした。すると、赤い紐で首をぐるぐる巻きにされた白いウサギを目の前に差し出してきたの。米田さん、びっくりして慌ててウサギを抱きかかえた。プレゼント。え？それはプレゼント。ひなきちゃんとあっちゃんは友達よ。またね。そう言うと、ひなきちゃんは森の中に走り去ってしまった。もう暗くなり始めていたから、それも手伝ってひなきちゃんの姿はすぐに見えなくなってしまった。残されたのは、米田さんと赤い紐を巻かれた白いウサギ。プレゼント。そして口元を緩ませた。またプレゼントをもらった。それが嬉しかったんだね。米田さんはギュッとウサギを抱きしめた。でもウサギは持って帰れない。住み込みのアルバイト先にウサギなんて持って帰ったら、どんなに怒られるかわからない。そこは怖そうな男たちがいっぱいだったから。でも、せっかくもらったプレゼントを置いていくこともできずに、米田さんはこっそりと住み込み先に持って帰ったの。そこは汚い部屋で薄汚れた布団があるだけの雑居房みたいなところでね。当然男女なんて別部屋じゃないし、ひどい扱いだった。N 君に騙された生徒たちが何人も押し込まれて暮らしていたの。おかえり。よく毎日毎日こんなところで遊びに行けるね。赤川くん、ただいま。おや、ウサギじゃないか。すごいな、捕まえたの。うん。はあ、ウサギ？そんなもの持ち込んで食うつもりかい？見つかったら僕たちまで罰を受ける。さっさと処分してくるんだ。吉田、そんなに怒るなよ。ここは何もない寂しいところなんだから、ウサギでも見て心を癒そうじゃないか。オールスターだな、結構。吉田達夫。ふん、負け犬の浜平が何をほざくか。お前ら野球部は初戦敗退で暇だからな。こっちは忙しいんだよ。こんなところに連れてこられて勉強が遅れてしまうじゃないか。涼しいところで勉強もやり放題って聞いたから来てやったのに、畜生。帰ったら訴えてやる。裁判だ、裁判。おい米田、うるさくしたらそのウサギは食べるからな。いいな。はい。苛立っているのもいたけれど、みんな疲れていたからね。吉田君は怒る気力もなかったんだろうけど、疲れているみんなは可愛らしいウサギに心を癒されたわけ。あれ、ウサギの首に紐が絡まってるじゃないか。ひどいな、誰がこんなことしたんだ。そう言って赤川くんが紐をほどこうとした。でも米田さんはそれを制した。ダメ、これは首輪。首輪？ウサギに首輪なんて聞いたことないぞ。まあいいじゃないの、ウサギも嫌がってないみたいだし。君たちうるさいよ。明日も早いんだから静かにしてくれないかな。それで米田さんは自分の布団にウサギを入れて寝ようとして気づいたの。小さい友達をなくしてしまったことにね。布団にウサギ入れて寝ようとするってすごい可愛らしい描写ですね。次の日、仕事を終えると米田さんは隠していたウサギを連れて急いで昨日小さな友達をなくした場所に向かったわ。そして探し始めた。ウサギは近くの木に赤い紐で縛ってね。米田さんは辺りを見回した。
それは小さな友達を探すためじゃない。ひなきちゃんを探すため。彼女ね、確かに小さな友達も大事だったけれど、それ以上にひなきちゃんに会いたかったんじゃないかな。だって、初めてできた人間の友達なんだもの。ひなきちゃんはいなかった。約束をしたわけじゃないし、ここにいるとは限らない。それに、どこに住んでいるかもわからないのだから。いなくても仕方ないと諦めて、小さな友達を探し始めたの。するとね、昨日はあの子、今日もあの子、明日もあの子と遊びましょう。でも明後日はあの子と遊べない。あの子がいなくなるからよ。あの歌が聞こえてきたの。米田さん、立ち上がってあたりを見回した。ねえ、突然、後ろから声がした。あ、ひなきちゃん。また会えたね。そう言って、ちらりとウサギを見てね。首はしてる。うふふ、首はしてる。そう言って、嬉しそうにウサギを指さしたの。今日は何して遊ぼうか。実はね、ひなきちゃん。私、ここで大事なものを落としてしまったの。だから遊ぶ前に、それを探さないと。いいよ、ひなきちゃんも一緒に探そう。そう言うと、ひなきちゃんは一緒にキーホルダーを探し始めたの。あった。探し始めて数分と経たないうちだった。ひなきちゃんは大声を張り上げて飛び上がったの。そしてその手には小さな友達が握られていた。ありがとうひなきちゃん。すごいよこんなに早く見つけられるなんて。それに私何を探しているか言わなかったよね。ひなきちゃんはね、あっちゃんの匂いでわかるよ。すぐにわかった。米田さん、ちょっと驚いたけれど、目を大きく見開いて笑うひなきちゃんが可愛くて、思わず笑ってしまった。なんか仲いい感じになってるな。それを見てひなきちゃんも笑った。二人は一緒にお腹を抱えるほど笑ったわ。これ、プレゼント。ひとしきり笑い終わると、小さな友達を米田さんの前に突き出して、そんなことを言った。ひなきちゃん、このキーホルダーが欲しいって言ってるのね。一瞬戸惑いの表情を浮かべる米田さんに、ひなきちゃんはさらにそれを突き出したの。交換、ね。そして、あのウサギを指さすわけ。確かに米田さんは、昨日ひなきちゃんから友達になったプレゼントとして、あの白いウサギをもらった。だから、それとこのキーホルダーを交換してほしいって言われてるのはよくわかる。ねえ、坂上くん、あなたならどうする？交換する、交換しない、別のものと交換する。はあ。交換しないにしてみようか。そうだよね。米田さんも坂上くんと同じだったよ。そもそもウサギはその辺にいたのを捕まえて、米田さんに渡しただけ。だからあげても何も減るわけじゃない。それに対して、このキーホルダーは米田さんの大事なもの。もともと米田さんの持ち物で宝物だから、それを交換してほしいというのはちょっとずうずうしいんじゃないか。そう思って米田さんは、ひなきちゃんからキーホルダーを奪い取ったの。ダメ、これは大事なものだからあげられない。すると、ひなきちゃん、ポカンとした顔で米田さんを見ると、そのまま森の奥に走り去ってしまったの。あ、ひなきちゃん。もう米田さんの声はひなきちゃんには届かなかった。それで仕方なく米田さんは、ウサギを抱えて、また住み込み先に戻っていったの。すると、門の前でアルバイト先の雇い主が仁王立ちで待ち構えていてね。てめえ、どこ行ってた？すると、その陰から吉田くんがひょっこり顔を覗かせた。ひひひ、こいつですよ。こいつどっかからウサギなんて盗んできて、隠れて買おうとしてたんですよ。僕はきちんと報告しましたよ。ちくりまだ。おう、お前は可愛いやつだ。偉いぞ。それで僕だけ家返してくれませんか？アルバイト代はいらないんで、どうかお願いしますよ。アルバイト代いらないから返してほしいってなんかもう本当に嫌じゃん。本当に嫌な人じゃん。バカ言ってんじゃねえ。てめえはうちのアルバイトだ。契約書に判だって押してるじゃねえか。俺が辞めろって言うまで働くんだ。辞めろって言うまで働くの。そんな、それこそ契約違反じゃ。痛い。暴力反対。ご褒美に、うさぎ汁は食わしてやるよ。雇い主っていうあれなんだね、もう名前なんだね。うさぎ汁、食べたくないです。その日の夕食にうさぎ汁が並んだんだけれど、鳴神学園の生徒たちは誰一人食べられなかった。ただ一人、吉田くんだけは無理やり食べさせられては、思いっきり吐き出して、ボコボコにされたそうだけれど、かわいそう。チクって結局ボコボコにされてんのかわいそう。翌日から仕事はさらに辛いものになりました。理由は、ウサギを黙って飼っていたから。それでも、誰も米田さんを責めたりはしなかった。ただ一人、吉田くんを除いては。ふざけるな。
お前のせいで労働環境がさらに悪化してしまったじゃないか。ほら、無駄口叩いてねえで働かんか。ひぃ。きつい環境だ。それから夏休みの間中、米田さんたちは働かされ続けたの。米田さんは仕事が終わると毎日あの場所に行ったわ。小さな友達を落としてしまったあの場所に。でももう、ひなきちゃんに会うことはなかったの。ひなきちゃんに会いたくて他の場所も探したけれど、どこにもいない。村の人たちにひなきちゃんのことを聞いても、笑うばかりだった。みんな彼女のことは知っていても、いつ現れるかわからない。風のような子だからと言われるばかり。アルバイトが終わる最後の日まで、ひなきちゃんが現れることはなかった。米田さんね、アルバイトが終わって家に帰る最後の日に、もう一度あの場所に行ったの。そして、ごめんね、ひなきちゃん。そう言って、初めて会ったあの場所に小さな友達を置いたの。もういらないかもしれないけれど、これ、あげるね。米田さんは、一粒の涙を流して、森に向かって手を振った。その時、あのわらべ歌が聞こえてきたような気がした。慌てて彼女は辺りを見回したけれど、やっぱりひなきちゃんの姿はどこにもなかった。昨日はあの子、今日もあの子、明日もあの子と遊びましょう。でも明後日はあの子と遊べない。あの子がいなくなるからよ。そして、一緒に歌ったあのわらべ歌を歌ったわ。ひなきちゃんに、ほんの一瞬だけでも友達になってくれたお礼にね。おお、これで終わりなんだ。これが私の知っているひなきちゃんの話。日野先輩、どうでしたか？まあ、語り部の候補にやるといてやるか。候補だけですか。もう会えない、ひなきちゃん。そっか。あれだね。交換するしないあたり、ちょっと交換するにしてみるか。はい。というわけで戻ってきたんで、交換するを選択していきます。そっか。偉いね、坂上くん。米田さんも坂上くんと同じだったよ。だって、せっかくできた人間の友達だもの。確かに小さな友達もクラスメートからの大事なプレゼントだったけれど、ここはひなきちゃんの機嫌を損ねちゃいけないと思ったんだろうね。いいよ、交換しよう。やった、わーい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 。ひなきちゃん本当に嬉しそうでね、キーホルダーを大事そうに抱えて飛び跳ねると、そのままぴょんぴょんと跳ねながらどっか行っちゃった。あ、ひなきちゃん。もう米田さんの声はひなきちゃんには届かなかった。それで仕方なく米田さんはウサギを抱えて、また住み込み先に戻っていったの。すると、門の前でアルバイト先の手口が日本立ちで待ちかめてんね。あれてめえどこ行ってた？あ、やばい。同じ流れじゃんね。てめえうちのアルバイトだ、つってね。非、痛い、暴力反対。ウサギ汁。そんでどうなんの？ウサギ汁なんだけれど食べられませんでした。やっぱ、吉田くん飽き出してボクボクにされてたと。あ、なんだ？ここから違うっぽい？その夜のことでした。みんなが寝静まった夜中、突如として悲鳴が鳴り響いたの。みんな何事かと思って飛び起きたら、大人たちのさわめく声が聞こえてきてね。何かあったんだろうか。行ってみようか。怖いよ。それに明日も早いし。浜平さん、大丈夫ですよ。行きましょうよ。米田さんも。ふん。そんなことをしてもまた怒られるだけさ。お前らは本当に物好きだな。僕は寝ているから勝手に怒られに行ってくるといいさ。バカどもめ。そんなひねくれた口を聞く吉田くんを残して、みんなは忍び足で1階に降りていったの。1階は大変な騒ぎになっていた。なんと、あの雇い主をはじめ、何人もの男たちが喉笛を噛み切られて動かなくなっていたのです。すると今度は、今しがた米田さんたちが寝ていた2階から悲鳴が聞こえてきた。吉田じゃない？みんなで驚いて駆け上がってみると、そこには、喉笛を噛み切られて大量の血を噴出する吉田さんが痙攣していたの。その時、影を何者かが走っていくのが見えたけれど、影はあっという間に闇に紛れて見えなくなった。雇い主や吉田くんをはじめ、7人もの人間が殺された事件はあっという間にニュースになり、雇い主の劣悪な環境のもと、高校生たちが不当な労働を強いられていたことが明るみになりました。そしてみんなは親元に無事返されることになったの。最後の日、米田さんはひなきちゃんと初めて会った場所に行ったわ。あの事件のあった日から一度も会っていなかったから。
でもひなきちゃんはいなかった。ひなきちゃんの名前を呼んでも声は返ってこなかった。ひなきちゃんだよね。ひなきちゃんがウサギを食べられた復讐をしたんだよね。米田さんは誰もいない森に向かってそう言った。でも答えは返ってこなかった。ひなきちゃん、友達になってくれてありがとう。私は家に帰っちゃうけれど、記念にこれあげる。そう言うと、米田さんはお父さんからもらったリュックサックをその場に置いたの。それはお父さんからもらった大事なプレゼントだったけれど、今は仕事も落ち着いて、一緒にいられることも多くなって、寂しくなかったから。米田さんの宝物だったからこそ、ひなきちゃんにあげようと思ったんだね。ねえ、突然後ろから声がした。あ、ひなきちゃん。もう会えないと思ったから、米田さんはすごく嬉しくてね。自然と涙がこぼれてしまったの。すると、その涙をひなきちゃんはペロリと舐めてね。あっちゃん、どうして泣くの？ごめんね。私、家に帰ることになったの。だからもうひなきちゃんと会えないの。そっか、私もあっちゃんの家に行こうかな。え、私の家はすごく遠いよ。いいよ、ひなきちゃんはどこにでも住めるから。でも、お父さんやお母さんが心配するでしょう。いいんだよ、ひなきちゃんはひなきちゃんだから。わーい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 。なんか不思議な感じになってきた。そう言うと、ひなきちゃんはぴょんぴょんと飛び跳ねながら森の中に入っていきました。そしてそれを最後に、ひなきちゃんは戻ってこなかったの。ひなきちゃん一緒に行くんじゃないの？どういうこと？米田さんはそうやって何度もひなきちゃんの名前を呼んだけれど、返事は返ってこなかった。不思議な子だ。帰る時間になり、米田さんはとうとうその場を離れることになってね。あら、その時、さっきまで置いてあったあのリュックサックがなくなっていることに気づいたの。きっと風のように現れたひなきちゃんが持って行ったんだろうね。そんなことを考えたら、米田さんはなんだか楽しくなってきて、なんで。ひなきちゃん、元気でね。友達になってくれて、ありがとう。森に向かって大きな声で叫んだの。まあでもいい感じだよね。一つ成長、米田さんが一つ成長したひと夏の思い出みたいになりましたね。それで米田さんは無事に家に戻ってきて、今も元気に鳴神学園に通ってるんだけれど、時々あのわらべ歌が聞こえるんだって。それに、ふと気づくと真っ赤なセーラー服を着た女の子の影がちらっと見えたりしてね。ああ、ひなきちゃんは本当にここまでついてきたんだって、米田さんは思ってるみたい。まあ不思議なひなきちゃんにとって、この鳴神学園は住み心地のいい場所なのかもしれないね。坂上くんも会いたければいつか会えるかもしれないね、ひなきちゃんに。これで私の話は終わりです。いかがでしたか？そうだな。一応語り部の候補にはしておくか。一応ですか、ひどーい。ひなきちゃんはいつも一緒。なるほど。よかったですね。というわけで、一応、なんかこのルートというか、この米田さんルートか、まあ他も米田さんルートなのかわかんないんですけど、一応他のルートもいくつかあるっぽいんで、それも次回ね、またやっていこうと思います。ちょっと短めなんですが、時間がきりんで、ここで一旦切りたいと思います。というわけで、また次回お会いしましょう。プライムでした。バイバイ。